ロッカジャパニカの内藤瑠奈と新しいリトルハッピーです。3月23日仙台ライブハウス&セカンドで台湾ライブをやらせていただきます。なんとその日には初めてのあれをやらせてください。学習帳を聞いてですね、新しいリトルハッピーもちょっと初めてやりたいことが思いついたので、はい、その日にぜひぜひ見に来てください。皆さん見に来てください。よろしくお願いします。せーの、待ってます。行けば体が踊りやすい。危ない。結構緊張したしちゃって忘れちゃうこと。めっちゃ面白い。SE 中に、そう、SE 中に慌ててやることがあるんですけど、リブの対話させていただくときは真っ黒の衣装だからすごい分かりやすいかなって。逆にちょっと黒入ってくる、黒と白で真っ黒です。楽しみ。このオズの魔法使いのミュージカルに出させていただくときにドロシー役をして、なんか運命を感じるみたいなことを勝手に